日本国有鉄道ウ300系豚石車、日本国有鉄道ウ300系豚石車の内部豚石車とは、かつて日本国有鉄道において使われた有害貨車の一種である。用途記号は、う。主に豚や羊などの背の低い家畜を生きたまま運ぶのに用いられた。豚の生産地と大都会を代表とする豚肉の消費地は、養豚場の立地条件などもあり離れている。 生肉の鮮度を保つため消費地近くで屠殺する必要があり、豚などを生きたまま長距離輸送する需要から製造された貨車である。家畜車と似ているが、豚赤車は床面が上下二段構造となっており、背の低い家畜を大量に積むことができるのが特徴である。また、輸送中の給水や給時のために付き添い人が乗車するための付き添い人室が車橋に設けられており、 夏場の輸送中、時々豚に水をかけることができるよう、付き添い人質の腰掛けの下に、水タンクを備えた。側面は通風を良くするため扉部分以外は、透かし針となっており、家畜が逃げ出さない溶岩の隙間には、鉄棒が設けられている。陶器の保温のため、窓には、蝶臭外意の音が設けられており、締め切ることもできた。床板は構成であるが、 排泄物による腐食を防ぐためアスファルトが塗布されており、清掃の瓶を測るため中央に向かって傾斜がつけられ、排水口が設けられた。大正期、豚は籠に入れて、家畜車によって運送していたが、輸送効率の関係で話し積みにして運送する必要が生じ、1928年に和風2500系有害環球車の改造によって、製作されたのが最初である。 当初は、家畜舎に分類され、ガニワン4850型とされたが、同年に実施された、昭和規定改正により部多席舎が制定され、ウチ型となった。その後、1932年にウ100系、1934年にウ200型が改造によって製作された。戦後は、1950年に12トン積みとしたウ。 300型が当時余剰となっていた時900系、無害車の改造を名義で製作され、1957年には、U300 系の走り装置を二眼リンク化した U500 型が製作され、U300 型も走り装置の改造を行って U500 型に編入された。電化製品における三種の神器として、電気冷蔵庫が一般家庭に普及し始めるに合わせて、流通業界でも、 冷蔵倉庫や冷凍倉庫の整備が進み保冷車や冷凍車などの貨物自動車輸送が急速に普及した。このことで鮮度を保ったまま生肉を戸口から戸口へ長距離輸送できるようになり、豚などの家畜は生産地で屠殺される比率が高まった。そのため、昭和四十年代以降、冷凍、冷蔵による生肉輸送に押されて需要が減少し、年に 廃車となったう0百型を最後に、豚席車は消滅した。ありがとうございます。